高校生の頃、当時付き合ってた30の男が既婚者なんじゃ?と疑い出した。男の職場の前で怪しまれず張り込むために、演劇部の友達に協力してもらって、占い師の格好で張り込むことにした。客が来ても困るから、1回1万円、未来予知3万円、運命の人5万円と、明らかに怪しい看板をかけた。そうしたら、謎に受けて結構客が来た。どんな人にも当てはまりそうなこと適当に言ってたら泣き出す人もいた。噂は爆発的に広まって、1日1時間ほどの張り込みなのに、1ヶ月で70万儲けた。占いで騙してしまった人たちには申し訳ないと思ってるけど、教えてもらったミクシーとかツイッターで、占い師さんのおかげで吹っ切れたとか言ってるの、見たらなんか、新しい感情が芽生えた。結局、この体験で志望校を変えて看護師になった。夫には絶対言えない。ちなみに、付き合っていた男には、やっぱり奥さんがいた、けど、その頃には興味を失ってた。別れるなら、ハメ撮り、勝手に撮られた、バラすぞ、俺のオナペットになれって、わざわざメールで言ってきたから、男の会社と、警察に、泣き真似しながら突入した。アホな私は、ちょっとは怒られろ、ざまあ見ろって思ってたけど、女子高生に手を出して、ハメ撮りで脅すって、本当に本当にやばいことだった。本当にむちゃくちゃになってた。どうでもいいけど、付き合っていた男は、そこそこ有名企業に勤めてるってよく自慢されてた。実際張り込んでる時に、その企業のビルから出てきてたし、男の職種も知ってたから、メール事件の時、会社に突入した。男は、確かに、その会社に勤めてたけど、その企業から、業務委託で、一時的に仕事を任されているだけだった。本当にバカだと思うんだけど、男は、メールで、うちの会社、敵に回して大学行けると思う?みたいな脅迫メールも会社名入りで送ってきてた。それらのメールを見たその会社の支店長さん、顔が赤を通り越して黒くなってた。それから、会社で何があったか知らないけど、男が本当に勤めてた業務委託会社は、1年持たずに潰れてた。警察はやる気ないみたいで事件にもならなかったけど、警察に行ったってことが相当答えたらしい。男からは、やばいって嘘だって説明して、会社に訴えられるお願いです嘘だって言って、冤罪だって言って、愛し合ってるのに首なんておかしいだろ、助けてください、みたいなメールが1日10通来てたけど無視。男の奥さんって、人が、なぜか、家に来て土下座してきて、心が痛くなったよ。男は、結局離婚になったっぽい。なぜか、地元でも、何でもない青森に引っ越していった。